んばんは。最大サービスが始まりました。抱きしめたトゥナイトと、明けましておめでとうございますです。抱きしめたトゥナイトと明けましておめでとうございますです。えーい、明けましておめでとう。明けまし、なんなん名前呼ばんといてくれる。え、あレヴィン何何それいや、明けましておめでとうございますって言ったら名前呼ばんといてくれるって言われたから、もうレヴィンって言うしかないなと思ってでもレヴィンは別に入れ替わってるわけじゃない。ああ、どうしようこんにちはこんにちはこんばんは。はい、テレビサービスが始まりました。どうですか。ええ、2010年になりましたね。そうですね、あっという間ですね。あっという間ですね。ほんまあっという間だったかもしれない。びっくりしたな、ほんまに。だってなんか、そう、なんか、その、年月が経つのが早いなっていう話をするけど、うん。なんかさ、うん、こないだまで二十歳やった人が、最近会ったら25になってたとか、めちゃくちゃよくある話で。もう5年経ったってことですね。怖いなと思って。うん、で、その1年経ったけど1年間何できたかなって思ったりね。ああ、そういうことを考え出したらキリがないですね。いや、でも去年はマジで激動の1年でしたわ、うん、それって去年の最後の時にも言ったっけ。うん、レディンはね言ってたね、うん、結局ソロ、去年のクリスマスはレディンが出れなくて、うん、なんか急遽思い立って一人でやりましたよ。ああ、やってたね。聞いたよ、1時間分。あ、アーカイブで。うん。なるほど、なるほど。何してたの？ああ。それは聞かん方がいいんかな、やっぱり。なんで教えてくれへんのやろうか。それはまあ、楽しくしてましたね。なるほどね。僕も楽しかったんですけどね。なんかもう途中、むちゃくちゃやったやん。この曲何回もかけたりとか。そう？わからん、何やったか覚えてないけど、とりあえずなんか一人でずっと喋ってたから息ができなくて、うん、窒息しそうになってた。ずっと窒息しそうもやたら押してたけど、あんまり意味わからんかったし。いや、だからいつもだったらレスポンスが返ってくるから、そのレヴィンが喋ってる間は息ができるやんか、うん、けどずっと一人で喋り通してだともうそれができないから。あ、一人で配信しとるやろ。うん、呼吸困難で、あれもチャットとの、受け答えがあるやん。うん。けどそれもないから、それはあんまりしないでおこうラジオだしと思って、なんか配信できる唯一ラジオらしい配信って言ったら、うん、その一人で黙々と喋る、お便りに対して喋るやから。ああ、だからずっともう今もちょっと呼吸困難になりかけてるけど、どうしようか。なんてやねん、俺おおかしいやろね、うん、なんかさ、そう、お正月三が日と、うん、近所の安いスーパーがあるんですけど、うん、そこが休みだから、うん、食料がなくなるわけですよ。ああ、だからほんまやな、考えてなかった。俺昨日とかチャーハン食ってうどん食ってとか、まあ自分のところで完結してたから、うん、外出てなかったけど、休みやかな、みんな。うんうん、あるの残りの2日分の食料は。いや、もうなんかこのラジオ終わったらおでんでも買いに行こうかなっていう感じ。あ、コンビニか。そう、それで買いだめしてたのね、うん、食材を。じゃあ、そう、はい、もしもし。はい、もしもし、ただいま。はい、おかえりはい、で、何やったっけ。そう、になりましたね。それでそう、それで同時にちょっと喋ってて、うん、ちょっと喋ってて、今ユーストリームをつけ直すから。うん、放送事故ですね。うん、あのね、なんかネットの回線が途切れたのかわからないけど、うん、いきなり繋がらなくなって、うん、どういうことだって思って電話をかけて問い合わせようかなと思ったら繋がりました。いやー、恐るべき状態でしたね。びっくりしましたね。どうなってたの？なんかベラベラ一人で喋ってた。ああ、よかった。
録画で、お版便りの。も2個目読んでるとこやねんけど。嘘。ういいよ別に。読んでて、じゃあ、ちょっと、その準備をしますね、今から、最大サービスの。ええ。最大サービスのって、早く始めてもらえますか？はい、最大サービスが始まりました。代金とかついてんの？今、ジャスティンはついてる。ユースを今つけた。OK ですね。できてます。はい。OK よ。まあ、もうじゃあ、この2個目のお便りは、まあ、そこそこ喋ったんで、もうあげるもん決めます。まあ、なんか、キャットフードを差し上げます。ああ なんやそれ。猫の相談でもあったんや。じゃあ次さあ。もう、次にじゃあ俺読みます。ラジオネーム、外川さん。毛がいっぱい話の続きしたいねんけど、あかん。え？毛がいっぱいした話の話したいねんけど、続きを。じゃあこれ読んでから。はラジオネーム、外川さん。レヴィンさん、ダキさん、こんばんは。わわ。質の質問でレミンさんが保育士になりたいと知りびっくりしました。みんな応援していますよ。良い保育士になってください。最近友人が内輪で映画を作り始めたのですが、楽しそうな反面とても大変そうです。その友人は学園コメディの脚本を書いていたのですが、もしレミンさんやダキさんが自分で映画を作ろうとしたら、どんなジャンル内容にしますか？またその映画に自分も出るとしたらどんな役で出たいですか？それではラジオ頑張ってください。どんな映画、ジャンルの映画を作りたいかか。てか保育士ってさ、これお前先週むちゃくちゃ言うとったな、お前。あれ？何？先週のこと関係あるっけ？保育士になりたいって言ってたってお前言ってたよ。嘘。レミンがもう、プライベートで、ああ。じゃあ俺保育士になりたいわって言ってたって言ってたわ。嘘。最悪やな。お前や。覚えてないわ。しかももう絶対遅いやん、俺も。保育士になるための教育受けられへんよ、俺も。すごいな、全然覚えてないで。何のお便りに対してそんなこと言ったんやろ。知らんわ、なんかお前が勝手に言ってたんや。だってレビンはあれやろ、体育の先生になりたかったんやろ。いや。あ、そうなの。絶対思うわけないやん、体育とか。俺別に得意な競技があるわけでもなく。じゃあいいや。まあ柔道、でも柔道で体育教師とかもありえるんか。ああ、ありえるんちゃう、普通ありに。えるな。だっておったもんな、て柔か、なんか一個、得意な種類のスポーツがある方がいいのか、それとも全体的に運動神経がいい方がいいのか、どっちなんやろうね。全体的に運動神経がいい方が、実際になってから困らへんのじゃ。声遠いって言ってる人はこっちのチャンネルで聞いてくれないかな。多分、レビンのチャンネルで聞くと声が遠いんじゃないの。そうやね。ダキのチャンネルで聞いてください。音質がいいのはダキのチャンネルです。だからこっちのチャンネルでやってるんです。そうですね。じゃあその人には。ちょっと待って待って待って。映画の話、本題入ってない。あ、ほんまや。今のは俺がお前を問い詰めた だごけめん、で、動揺して全然何の話したか忘れてないわ。忘れ映て画ないんを、やったらええな。映画を、俺らが作るとしたら、それぞれかな。俺は俺で映画作って、ダキはダキで映画を作るとしたら、どんなジャンル内容にしますかってこと。なんかひたすら、何かを組み立ててる作業を延々と映すだけの映画が撮りたいな、一回。結構面白そうだけど、なんそれ。か最初は一人の男の人が、なんかクワとか、なんか工具を抱えて、なんか一人で作業しとんねんか、土を掘ったりして。で、また次新たに女の人が来て、二人になって、で、なんかまたこう、その作業を進めていくねんやんか。で、何かその二人の間に子供が生まれて、で、その子供が成長して、三人で今度は建物を作り出すねん。って言って、だん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 登場人物が増えていって、
で、ずっとだーって、こう、いっぱいもう、85人ぐらいになるわけよ。じゃあ、どん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 建物は完成していくね。で、最終的に薬局が建って、幸せな感じになるっていう。薬局建てんのにそんなかかる？子供生まれて成長して手伝えるぐらいまでってだいぶかかるぞ。なんか最終的に薬局みたいなのが建って、なんかハッピーエンドだねみたいな感じで、けど最初に建てた男の人は力尽きて死んでしまうね、たったと同時に。そこは泣きどころ。分からんけど、それを見て子供は大爆笑しとうね、その男の人の死体を指さしながら。その子供がお前やわ。だってその映画に自分も出るとしたらどんな役で出たいですかってなっとうから、それがお前やそんなわけがないですね。わ。いや、この質問も後で振ろうと思ったけど、それはお前やわ。子供が。なるほど。レビンはどんな映画作りたいの？映画か。ちょっとカチカチうるまあ、さいけ俺ど。今全然自分のこと考えてなかった。映画か。なんか、笑いの、コ笑いメのディがコメいいでディ？すね。もうなんか、考しかえも、たね。すごいこう、なんやろ、理不尽な感じのがいいな。キャシー塚本みたいな。それもいいかも。キしャかもシーめっちゃ塚細本。かいところにこだわる感じの方がいいな、なんか。何それ。だからなんか、電話して、さっきなんで電話してきたん？いや、電話してないけど、でも電話してきたやん、みたいな、こういうなんかわけのわからん小競り合いみたいなのを、描写したいです。面白そうやね。で、俺はなんか、どんな役で出るか。あとはなんか逃げる女の人を撮りたいな。なんか一番ベーシックなのは、一番ベーシックな逃げる女は坂を転がる巨大な玉から逃げる女。それが一番ベーシックな基本形としてあって、その大きな玉がなんか野良犬とか、もう一人の自分とか、スーパーの買い物かご置いてコロコロ動かすやつとかに変わるね。キャスター単体とかな。みたいな感じでたまに、なんていうの、それはって、なんか、逃げ終わったらまた次が始まるとかやろ。その他の一はあ、つってなとっしててるお感じ前ね。が出てくるんや。追いかける側として。あんまり追いかけるの好きじゃないねんけど。じゃあなんかもうすぐ諦める人。なんか、4メートルぐらいでもう そう、もうだいかいらわっ10て秒なぐる。らいでそのシーン終わる。いいね、それはいいね。いいかもしれないです。じゃあそんこなの人感にじ何あげでます。す？メアニ。何をあげようね。はい、次行き ます。はーい。呼んでください。全然段取りを理解してなかった。ちょっと待ってね。もうほんまに回線落ちると思わなかった。もうこれで録画がさ、ブチってなったからさ、録画してる？レビン。してない。ほら、もう今日はもうこういうことよ。じゃあ、ハンドル名、のぐその憂鬱さん。はい。ザキさん、レビンさん、こんばんは。こん最ばんは。大サービス、毎週楽しみにしています。そうですか。先週はクリスマスということもあってか 非常に楽しいラジオでした。おう、そうでしたか。私には恋人がいないのですが、滝さんのおかげで寂しい夜を過ごさずに済みました。本当あらにま。ありがとうございました。あと、滝さんの歌ってみた、何回もリピートしてます。やめとき。自作も期待しています。頑張ってください。ありがとうございます。さて、ここからが本題ですが、滝さんの歌ってみた、何回もリピートしてます。自もう作そも期れ、待しています。頑張ってください。ありがそとうごこざもいリます。ピートすんな。さて、ここからが本題ですが、
私には一つ年下の妹がいます。マジでいいね。うん。私は生まれてこの方、彼女に口喧嘩で勝ったことがなく、あら、尻に敷かれっぱなしで悔しい思いをしています。その表現おかしいけど、どうしたらやつを倒すことが、なんか学校であった怖い話に屈しないみたいやな。ああ、俺が突っ込んでくる。そう、そのちゃちゃ入れる感じ。ああ。どうしたらやつを倒すことができるでしょうか。やつ。アドバイスをお願いします。ああ。また、ダキさん、レビンさんには、こいつと喧嘩したら絶対勝てないというような相手がいますか、教えてください。ああ。寒くなってきましたので、道路で転んで、車にひかれないように気をつけてください。それでは失礼します。因果関係ないけどな、そのと、うん。なるほどね。この人は男の人かな、うん、女の人かな。分からん。口喧嘩で勝てないってことは男の人かな。でもまあそうやな。ラジオネームがのぐその憂鬱やから。そうやな。なるほどなるほど。女性がのぐその憂鬱ってなってたら、それは俺ね、今まで会ったことないタイプの女性よ。ああ。口か喧嘩で、じゃあもう暴力で解決したら。ああ。ガチャって妹の部屋のドア開けて、うん、そいつの前に立って、うん、頬をパーンうん、いいね。全然それで良くないか。うん。一つ年下って、あんねんな。うん。なんか、ね、珍しいのかな？一つと年が違うって。そんな珍しくない？年子ってこと？うんうん。どこにでもおるやろ。年子の兄弟なんて。あ、そうな。うん。なんかうち6歳離れとうからさ。うわぁ。それぐらいが珍しいかな。それぐらいが、なんていうの、ベーシックなんかなっていうのがずっとあって。だいたい3年じゃない。あれの、あれ的に。だってさ、1年違うってことはさ、生まれた瞬間、うん。やっとるってことやろ。うん。そうやな。なんかそんなもんなんかなって思って。そんなもんなんちゃう。うん。どうやろね。考えてしまうよね、そのね。あの人が生まれる構造について。2人目が2人目な時点でもう考えてしまうよ。そんな6年た6歳の時にあれかとか。あ、ほんまや、うん、やろ。6歳の時っていうか5歳の時やな。うん。だからまあ2人目っていうのは別に何回何どのくらいの感覚でもいいんじゃないの。あ、ほんまや、うん、5歳の時にようやったなとかなるやん絶対。ほんまや。逆にもうなんか15歳離れてたらとかなるやん。うわー、ほんまや。ほらやめようもう、うん、だから自分がまだ全然記憶とかがない時とかにしててくれた方が何を言い出すんでしょうね、うん、この人が何歳なのかっていうのを知りたいですね、うん、何歳の自分と一個下の妹なのか、うん、例えば14歳の男と13歳の妹やったらっていう時と、25歳の男と24歳の妹やったらっていう時で、話違ってくるやん、これ。はあ、うん、なるほどね。24歳の妹にさ、部屋のドアガチャって開けて、うん、パーンとかやったらもう刑事事件でしょ、それは。ああ、いくら兄弟とはいえど。うん。じゃあなんか、水をぶっかけるとかでいいんじゃないの。あかんやろ。余計あかんと思うよ。じゃあなんかその人のクローゼットになんかペンキをバーってかけるとか。24歳の妹の、うん、かんやろ。大切にしているものを壊すとか。なんでそんなことすんの。ムカつくから。面白いから。でも口喧嘩するってことは何かの問題があるってことですよね。いやー、な、問題がなくてもするもんじゃないのかな、兄弟の、兄弟喧嘩っていうのは。そうかね。うん。あー、もう同じ家に住んでたらなんかあるか。あるやろ。でも俺もう弟と喧嘩せんようになって何年経つやろって感じやわ。それはもう距離が離れてるからじゃないの。いや、実家でもなんか俺が高3ぐらいとか高2ぐらいの時になったらもう全然喧嘩せんようになったの。まあなぁ。どうなんやろね、うん、距離の問題でもないんかな。何でもあるか、まあ、けどだってさ、小さい時の
喧嘩なんてもうほんま些細なことやん。なんかその川がってなんで川がって言い出したか知らんけど なんかおもちゃどっちのもんやとかさ川がどうであったって、それは喧嘩の材料にはならんやろ。川が割れ川がて汚れているとか怒られて、知らんか。知らんな、そんな。それで幻覚になるかもしれんよ。なんか所有権の問題とかで揉めるよね。あるな。まあそういうのなんじゃないの。部な屋るがほど。分かれたりとかじゃないの。まあ、じゃあ、もうそういうの、勝つためにはどうしたらいいの？じゃあ、口喧嘩で。あ、口喧嘩だけで勝つためには。さ、もう相手の口を塞いや、だぐっしかないて、か別にこれって暴力的手段とか全く書かれてなくて、ら。口喧嘩で勝ったことがなくて、悔しい思いをしています。どうやったら奴を倒せるかっていう話だから、口喧嘩強くなるっていうか、勝てば、それは解決やん。だからもうずっともう一定の感覚で死ねとつぶやき続けるとか。 なんか、生活感のない倒し方するよね。え、効果的やと思うよ。効果的。なんかさ、前にも、なんかいじめられ、なんかめっちゃ身近に臭い人がいるんですけどっていう時も、君なんかすごい生活感のない、解決方法をずっと提案してたよね。そうでも絶ない対にで。そんなんできひんやん、日常でっていう。じゃあ、なんやろうな。口喧嘩で勝つため。その勝つの定義にもよるしね。なんかだから身体的な、もうどうしようもできないところを徹底的についたら。ほら、前もそうやったやん。臭いし、なんか紙を机に入れるとか。なんか どうしようもできない、その人の生まれ持った個性を踏みにじれば。じゃあ、お前絶対選挙とかに立候補してもゼロ票ぐらいしかないんじゃない。だってそれはさ、理論対理論なのであれば、どちらが正しいのかっていうのはさ、2人の問題じゃなくて第三者に決めてもらうのが一番あれやんか。分かりやすいというか、決着がつけやすいけど、兄弟喧嘩ってそういう場合じゃないでしょ。もうどっちかが泣くまでとか、どっちかがもういざとなれば死ぬまでとかやん。そういう、第三者じゃなくて、2人の間で解決するってなったら、もうほんまにとことんやるしかないでしょ。だってそんなん、いくらこっちの主張が正しくても、開き直られたらおしまいやし、もうそうだな。解決できんやん。できんやん、そこで。開き直られたら、いくらこっちが正しくても、もう相手が、それとは関係ないところをわーって言われたら、まあ、いくらでも続くわけやんか、その喧嘩っていうのは。じゃあもう、泣くまで言うしかないやろ。じゃあ 解決方法は？だから、その相手の、どうしようもできない身体的な、個性を踏み潰す。絶対無理っていうことはもう解決できないってことですね。できるやろ、なんいや、か。俺やったらルールを決めようってなるけどな。じけどそれっゃあ、てルール若をい。決めて、これに違反したらもう完全に悪いとか、その善悪を無理やりにでも設けて、それを守った。で、新しい事案が発生したら、例えばなんか、今まで決めてなかったことを、で、問題が浮上したら、それも、じゃあ、それぞれルールを決めよああ、だってう。で、さ、合意に。その決めても絶対兄弟間のやりとりやねんから、絶対にそれも破ってくるって。破ったら罰則を用意すればだいいのに。から人間対、だからその罰則も守るかどうか分からへんやんか、兄弟間やねんか。法で守られてないでしょ、そこは。2人の信頼しかないやん。で、大体喧嘩するってなったら、もうそんなん関係なしになってしまうから、やっぱりその人対人として、とことんまで痛めつけた方が効果的だとそ思れうやったら、じゃあ、そいつが、例えばもうなんか、親とかを引き合いに出して、よ。なんか、こいつがこういうふうにルール、もう俺らで合意したルールを決めたから、これをもし破ったら、罰に協力してくれみたいな感じで、例えばもう晩飯を用意しないとか、そういうレベルまでいけるような
合意というか、もうそれを決めるべきじゃない。かな。もう、うん。まあそれってそこに愛情があるからでしょ。え、どういうこと？兄弟間になんかその信頼的なものがあるからじゃないの？あるから何？あるからそういうその絶対的なルールっていうのが成り立つんじゃないの？逆でしょ。ないからルールを決めなければいけないわけで、ルールを決めないと整理できない状態になってしまうわけやんか。そうだから、そのルールを決めてもその、うん、絶対に守ったり守らなかったりっていうのがあるやんか。だから違反したら何かの、これに違反したら罰金1000円やとするやん。そう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 。けどその兄弟間のやり取りやから、違反しても1000円払いませんって言ったら払わなくて済む。だからそれ払わんかったら、もうなんか例えば家でご飯が用意されないとかに、ああもうそれは親のあれやね。そうそう、だから親に協力を仰ぐの。なるほどね。それぐらいまでするとか、うん、そうか、うん、まあそっちの方が平和的な解決にはつながるかな。うん、けどな、人とさ、そう争うならさ、もう別にその相手のこの先とかを考慮しない方がいいと思うよ。いや、相手のこの先、その先を考慮してるんじゃなくて、うんうん、なんていうんだろう、別にだってこ俺の案だって考慮してないよ。ああ、うん、じゃあそっち対応しようか。うん、そうだね。で、ダキさん、レミンさんはこいつと喧嘩したら絶対に勝てないというような相手いますか？レビンかな。めんどくさいもん。レビンと、ほんまにレビンと真っ当に渡り合おうじゃん。全然違う言葉になってしまった。真っ向から勝負しよう、そのちゃんと自分の勝利へ導くようにちゃんと対抗しようって思ったらめっちゃくちゃ疲れると思うね。もうこれを制して、もうまた次のやつをボンって投げられて、でそれを処理してもまたボンって投げられて、それを処理しての繰り返しになると思うから、うん、勝てたとしてもしんどいからやりたくない。なるほど、うん、なんかディベートとかうまそうやもん。まあどうやろうな。そうだから、あの根気強さが違うのよね。自分の主張をあの貫き通すために努力できる量が圧倒的に違うから、それは負けるわっていう。でも別にそのなんていうの、名誉だけがかかってるんやったらどうでもいいよ。あ、なんかここを買っておかないと、なんか自分がめっちゃ不遇な目に遭うとかやったら、それは頑張るでしょ、誰でも。まあまあね、うん、あとは誰やろうな。勝てないって誰やろうな。だからさっきのあの兄弟喧嘩のやつとかも、うん、これ以上主張してもまたさらに主張されてしんどいからお礼をって感じのも少なからずあったよね。なるほど。少なからずですね。本当に納得せずにいいよいいよって言ってるんじゃなくて、まあ納得できる面もあるし、ここら辺で折れとこうかっていう感じだね。うん。でもそのお前の案はないで、さっきのかな。絶対だって現実的になんかめっちゃ嫌な感じになるって。まあけどそこまでせえへんとね、その純粋な解決にはならないでしょ。純粋っていうか、コテンパンにしないと学習しないでしょ。まあね、まあね、まあいろいろ言いたいことはありますが、じゃあこの人には何をあげますか？じゃあ鼻くそをあげます。今日クオリティ低いな、そのあげるものの。うん、もう会社落ちたしどうでもいいわと思って。ああ、じゃあもう2個ぐらい読んで変えますか、コーナー。ああ、そうね。あ、もう40分やもん。ああ、けど今日10分ぐらい延長してもいいかもしれないね。ああ、あの別にそうやな、もうユーストナイトラジオじゃないし、しね。今死ねって言ったんじゃないで。新年スペシャル。ああ、いいね。じゃあ新年スペシャルって7分ぐらい延長します。あ、怪我の話は。ああ、そうやねん。そう、それで、うん、あのどこまで話したっけ。そう、買い物袋を
右手に持ち替えた時に、腕の関節がどうたらっていう。右手の肘の関節を痛めて、筋違えた感じになって、で、その夜は寝て、起きて次の朝、左足の大腿筋、要するに足の付け根、もっと言えば、左お尻、それは大体じゃないよね、そこを寝違えて、寝違えたっていうか、朝起きたらそこに違和感があって、なんかめっちゃ筋を違えたみたいに、寝違えたみたいになってて、ちょっと上手に歩けなくて、痛くて、それでなんか歩き方気持ち悪くなってしまって、でなんか右肘痛いし、左は痛いし、でなんか鼻は詰まってきたし、みたいな感じで、最悪な年末だったんですよ。これ誰のモノマネやと思う今の。分からん。誰？誰のモノマネでもない。シーバーいたのか。よーし。何がよーし。次はどっちが読む番かな。俺が読みます。はい。いいやねその中途半端なエピソード。いやそんな重大な発表でもなかったから普通にオープニングトークで言ってさらっと流してくれたらよかったけどさ、全身骨折しろ。はあ？はあ？ラジオネームはいパンドラの箱の蓋さんでちょっと面白い、おじさん抱きしめたツナイトさんこんばんは。こんばんは。あそうだこの前さケニーがなんか抱きツナって、あのシーチキンのあのツナやと思ってたって言ってて、でツナって発音すんねんてツナ、ツナは英語でツナって言うねんて、だから完全にツナやと思ってたって言って、いつも楽しくラジオを拝聴しております。何切れた方がいい。クリスマスの話になるんですが、ケニーボケーって言った方がいい。え？ケニーこの野郎ってなった方がいい今の話。いやちょっと伝えとこうと思って。ああなるほどね。それなんか聞いたことがある気がするんだけど、この間っていつ？12月29日です。ああめっちゃ最近やん。じゃあ聞いたことないわ。読めよ。クリスマスの話になってきた。なんて？あ、実は私、かっこ男の誕生日が12月22日でして、自分のために、誕生日プレゼントを買ったら、クリスマス用に包装されてしまいました。しかも無断で。家に帰ってそっくりでその包装を破いていると、なぜだかやるせない気持ちになってしまいました。どうでもいい話で申し訳ないのですが、最近やるせない気持ちになったことありますか？もしなければ2人の誕生日の話などあればしてください。お願いします。はい、あと自分で誕生日のプレゼント買うとかってことは言わないでやってください。はい、ではラジオを頑張ってください。これ注意ですよ。ラジオを頑張ってくださいっていうラジオっていうのは、ラジがカタカナで、はいはい、王がひらがなの難しい方の王ですよ。わあわあわあ。ということは、ラジオ頑張ってくださいじゃなくて、ラジっていうものを頑張ってくださいって言ってくるわけですね、この人。ですね。やるせなかったこと。はあ。やるせない。なんやろね。ないわ。ちょっとストーブつけていい？ストーブをつけて今やるせなかったわ。ぐらいでいいんじゃない？すごい、まあ、生まれたね。何が？やるせなさ。そうやな。やるせね、俺なんかさ、これ文章読んでって思うけど、俺ってなんか文章読んで、なんていうのかな、勝手になんか言葉を変えたりしてしまうのよな。どういうこと？なんか例えば、なぜだかとかいう言葉があると、もうなんか、なぜだかって読むときもあんねんけど、なんか、例えばなんでかとかに言い換えてしまったりとかするの。あるある。同じ意味の言葉に。あるわ、ないわ。あるわ。なんか、素直に読めないというか。はあ。
それを自然にしてしまうのよ、なんかすごく。あと、申し訳ないですが、やのに、ないんですけど、とか言ってしまう。嘘。なんであるの？嘘。うん。うわぁ。明けおめ。明けまして。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。今年もよろしくお願いします。やるせない気持ちか。やるせないってあんまりないな。不毛感ってことかな。やるせないっていう言葉が、なんか、いまいちよくわからないの。じゃあ、例えば、うん、冷蔵庫を開けたときに、うん、めっちゃ前のコーラがちょっとだけ残ってるペットボトル見つけて、うん、絶対炭酸の抜けてて、飲んでも美味しくないわっていうのが冷やされてたのを見つけたときって、これやるせない？うん、そうでもなくない？これやるせないじゃない？もったいないとかじゃない？これはやるせないじゃない？全然違うと思う。うん、やるせないっていうのは、うん、ティッシュ配りをしてるじゃない？うん。ティッシュ配りをしてて、うん、ティッシュ配り自体のことをやるせないと言いたかった。ほう。ティッシュ配りをしてて、どうちゃらこうちゃらじゃなくて、ティッシュ配りがやるせないなと思う。じゃあ、その渋谷とかでティッシュ配ってる人は全員漏れなくやるせないん？うん。ああ。そんな気がします。やったことないから、それちょっとどうかわからん。もういいやん、誕生日の話すればいいやん。もしなければ、お二人の誕生日の話などって書いてあるから、それしよう。誕生日、俺、昔はなんか、結構誕生日会とかするタイプの。いやタイプっていうか、俺の気性がどうとかじゃなくて、うん。なんていうの、親がやる、やろ、やったらみたいな感じで、もうそれやるんが当たり前みたいになって。ああ、うん。で、ケーキが、毎回チーズケーキやってる。ああ。それは俺の好みで。うん。でも今は俺ショートケーキが好きよ。ショートケーキのイチゴって好き？ああ、あんまり。あ、でも、上に乗ってるんじゃなくて、中に含まれてるやつは、二段、うんうんうん、あんな。もう切られてるやつね。そう、あのイチゴはいいけど、上に乗ってるイチゴ別にあんまりうまいと思う。ああ、まあそれの気持ちもわかるけど、まあ中の方が酸味は少ないけど、どっちも嫌い。うん。酸っぱい。酸っぱいよね。うん。だから美味しくない。しかも俺誕生日が9月やから、9月ってなんかなんていう旬じゃない、旬の前の時にあるやつってあんまり甘くなかったり。ああ、イチゴ？あの時期なんよな、多分俺。しかもクリームが甘いから余計酸っぱく感じるでしょ。いやね。もう無理。うん。でもショートケーキ好きやわ。はあ。もうクリームと、クリームがうまいな、生クリーム。ケーキやったらチョコレートケーキかな、やっぱり。ああ、絶対嫌、俺。嫌なんや。チョコレートの味がする何々って好きじゃない、うん、俺。何、それどういうこと？ココアとかは？ココアは違うわ。ホットチョコレートとかは？例えば、うん。キャンディーの、うん、舐めるキャンディー、飴のチョコレート味みたいなのも嫌いやし、はい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 、チョコレートケーキも嫌いやし、あと何やろな。チョコレートケーキってチョコレートやん。チョコレートアイスは？ああ、それも嫌い。ありえへん。チョコレート自体が好きやで。へえ。あ、チョコレート単体ならいいんや。チョコレート単体が含まれてるお菓子とかも大丈夫なんや。うん、そう、チョコレート味が嫌いやね。チョコレートケーキ、チョコレート味なんか、チョコレート普通にトッピングとかされてるやん。あ、スポンジ。チョコレートがなんかプレートとかで乗ってるんやったら食うよ、めっちゃ好き、好んで。でもチョコレートがもうなんか全体に含まれてるとか、のはダメ。へぇ。うん。まあ食えるよ、食えるし、まあ、それがあったら食うけど、好き好んでは食わん。モンブランは？モンブランって栗、マロンのやつ？そう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 。ああ、好き好き。うん。うん。何やろな、やっぱチョコレートケーキが一番好きかな。その次に、チーズケーキ。うん。かな？チーズケーキうまいよな。うん。チーズケーキもさ、チーズケーキとレアチーズケーキってあるやん。うん。あれどっちが好き？レアチーズケーキってどんなんやろ？スポンジじゃないねん。レアチーズケーキ。あ、チーズケーキはスポンジ。なんかあれか。なんていうの、
焼いてる感が少ないやつか。そうやな。うん。レアチーズケーキ、違う違う違う。チーズケーキはスポンジやねん。土台が。けどレアチーズケーキは全部レアやねん。なんか全部チーズ、ケーキ部分。そうそう。ケーキ部分っていうのももうなんか言い方わからんけど、なるほど。うん、なるほど。こんな感じ。なんか言おうとしたけど忘れた。ああ、どっちも好き。いいね。うん。甘いものが食べたくなってきたな。そっちの誕生日は？別に。はい。はい。じゃあ、この人には何をあげますか？じゃあ。部屋に鼻くそときましたね。うん。じゃあ、何がいいやろ。ダイヤモンド。救急車をあげます。ダイヤモンド。救急車？うん。今、救急車の音が聞こえたので。聞こえてる？この音。はい。聞こえてる？いや、聞こえないです。救急車の音。はあ、そうですか。はい。じゃあ次のあたり、もう一つぐらい。俺からはダイヤモンドをあげます。もう一つぐらい読もうかな。じゃあ、ダッキー読んで。はい。どれを読もうかな。あれ、ページの更新が遅い。ほんまに回線落ちると思わんかったわ。重罪やぞ。めっちゃうざい。重罪。死ね。罪は重いぞ。ハンドル名、水木さん。何が死ねやん。え？回線が。回線が死んだら困るから。ハンドル名、水木さん。内容。レビンさん、ダキさん、こんばんは。こんばんは。ミズキだよ。書いてない、書いてない。書いてない、書いてない。ハンドル名。勝手にキャラ付けせんとったって。ハンドル名、ミズキさん。はい。レビンさん、ダキさん、こんばんは。こんばんは。ミズキだよ。書いてない、書いてない。書いてない。全く同じこともう一回やらせんといて。先日はダキさんとダキさんとダキさんでの最大サービスお疲れ様でした。はい、とても楽しく、はてな、とても楽しく聞かせていただきました。めっちゃ疑問に思ってるんだ。あのラジオはどうだったんだろうってめっちゃ思ってるの。楽しいと素直に受け取っておいいのだろうかってことか。うん。素敵なクリスマスをどうもありがとうございます。笑い。いえいえ。そこでクリスマスつながり、お前はやってないやろ。お前は素敵なクリスマスを提供してないやろ。謙遜するな。水木だよ。謙遜するな。うん、いえいえって言うな、お前が。そこでクリスマスつながりでしゅが、お二人にはあまり人に知られていないようなクリスマス、今のは別に普通に噛んだだけやで。あまり人に知られていないようなクリスマスに関する豆知識などありますか？よければ教えてください。またなくても本当にそれっぽいものを考えて教えてくださると嬉しいです。それではこれからの配信も応援しています。全然内容頭に入ってる。なんかクリスマス関連の豆知識あるっていう感じ。イルマスも書いてないし。イルマスだぴょん。水木だぴょん。うわー、キャラ付けせんといたって結構この人普通の文体で書いてるから。何にも飾ってないから、うん。うん、ないよね、クリスマス関連の豆知識。豆知識ってどういうことよ。わからん。何を込めてんの？クリスマスやって書いてるよ。実はクリスマスっていうのはみたいな。いや、クリスマス。クリスマスの木みたいな。モミの木っていうのはモミの木ってあるやんか。うん。あれってもみの木を使って丸い円形のバウムクーヘンっぽいやつ作るでしょ。壁掛けの飾り的な円形の、ん、円形の飾り作るやん。クリスマスのツリー、クリスマスツリーに吊るすやつってこと？違う、壁とかにも輪っかかけてあるやん。輪っか？リースクリスって何？クリスマスリース。輪っかの飾り物。折り紙を切って作るような。違うわ！殺すぞ！ほんまにわからへん。クリスマスリースでググってよ、じゃあ。はい。めっちゃうざい。イライラする。
今めっちゃニヤニヤしながら殺すぞって言ってしまった。ああ、これか。そう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 。どこがパフムクーヘンやねん。それって、どこルーツどこやと思う？亀戸。何それ？東京の。ああ、正解。っていうとかいう豆知識なんじゃないの？ああ。こういう小さいものでいいんじゃないの？実はさ、うん。バチカン四国で、うん。クリスマスって6月やで。へえ。っていう感じじゃない？そうそうそう、そういう感じ。違うけどな。うん、わかってるよ。オーストラリアのサンタって、うん。サーフィン、サーフボードに乗って、半袖半ズボンやねんで。それってほんまやろ？ほんま。代表的じゃない？割と。うん。それほんまやでな。なんか聞いたことある、うん、それ。そういうことでしょ。そのくらいしか知らんよね。クリスマスか。でも豆知識自体が少ないから、わからないです、うん。もっとマシなお便りを送ってきてください。自分が聞かれて自分が聞かれて答えやすいお便りをお願いします。はーい。もうちょっと人の心を察してください。はーい。特に抱きをたしなめたりはしないです。はい。俺もちょっと思ってます。何をあげましょうこの人には。じゃあ棺桶。欲しくないな、うん、邪魔やで。大型ゴミの日に出すわな。業者の人びっくりするで。ゴミ収集所にも缶桶あったら。じゃあ缶桶じゃなくて、うん、缶桶キットをあげます。キットってことは缶桶の他に何があるの？だからもうそれ缶組み立てたら缶桶になるよっていうキットをあげます。ああ。なんか夏休みの工作とかで出せば担任の先生びっくりするやろうけど。びっくりするわ。この子ってなるやろうけど。あんに死ねってことなんかなって思うわな。うん、ただ単にこの道もう10年美術教師をやってるけども、うん、子供についに露骨に殺意をあらわにされてしまったわーって日記に書くで多分。多分な。ブログじゃなくて日記に書こう。あ、自分しか見てないやつか。そう。うん、いいんちゃう。うん、じゃこの人には何、あ、カンオケやったな。カンオケギター。あげたがりか。もうそろそろいっか。じゃあそろそろ。一回曲書き。あ、曲もらってなくない？うん、前なんか累積されてる。もらったことはないけど、一度も。じゃあ、この間教えてもらったやつを書けようか。うん。じゃあどれがいいや、三つあるけど。好きに選んで。じゃあ読めるやつにしよう。じゃああと時間で決めよう。4分52秒のやつか4分52分4分48秒のやつかどっちにしようかな。4分52分って殺すぞ。4秒しか変わらへんから。じゃあこの聞いたことなさそうなやつにしよう。ルルティアで、赤いろうそく。はい。おお。イエーイ。なるほどね。うん。ミクを使ってきたか。使いましたね。なるほどね。さあ、今週も優勝いただきかな。いや、どうかな。いや、どうでしょうね。どうかな。もう、自分でオリジナルだったらいいけど、パクリだからね。アトムの。うん。何も帰ってこうへん。一言トークテーマのコーナー。はーい。じゃあ、どんどんいきます？はーい、どうぞ。いや、なんか新しい方からいくかな。なんか一言トークテーマのコーナー嫌いなんよね。あ、そう。嫌いというか、なんかどっちかというとお便りの方が楽しいでしょ、いつも。そうですか。うん。
いや、別あ、に。なんか一言トークテーマちょっとやって、またお便り戻ります？いや、別にいいよ。もう一言トークテーマで言えよ。さっいや、さなんと読か、めや。それって別になんか俺もめっちゃ反対とかじゃなくて、なるほど。なんか、そうかもしれんな、みたいな。お便りをずっと読むだけの、でも別にいいな。できるようなラジオと思って、2時間。できるよ。できるよ。全然できる。っていうだけの話よね。逆に一言トークテーマだけでもできるけどうやろう、2時間しんどくないか。ど。おう。まあ、わからんわ。まあいいわ。まあ、ええわ。なんかそれ、なんか必殺技みたいになってるね。そうでもないよ。今のは、もうええわのアレンジバージョンやから、なんていうの、結構挑戦的な感じですよね。探り探り。一言トークテーマ。はーい。ラジオネーム、シチ。シチ。内容は、ココーラ？ーラ。うん、好き。大好きやね、君。一番好き、飲み物で。ああ、世界中のもので一番好きかもしれない。音楽の次ぐらいに好き。音楽の次にはコーラが好きか。なんや、お前。なんや？嘘つけ、なんか綺麗な感じで嫌やわ。そうかな？音楽とコーラが好きで、みたいな、なんか小説のキャラだっにて出多る。分今までの飲んだコカ・コーラゼロのをプールとかに貯めると多分25メートルのプール30個分ぐらいになるんちゃなんか例えが嫌や。う？ いや、さすがに30そんな個にいもかへ飲むんのか。やろうけど、もうめちゃくちゃ飲んでる方だとは思うな。知らんけど。コーラか。コーラゼロまずくない？ああ、じゃあその話よ。何が一番好きじゃ。何があって、コカ・コーラの中で。いや、ビペプタシミンクもソありまずで。かった。ピッププ。なんて？ペプシもありきで。今、パギョめっちゃ言ったな。ペプシ？ペプシはどうしたペプシもありきで、コーラに優先順位つけていこう。いや、もうコーラ、コカ・コー終わラ。りですよね。コカ・コーラ以外はもう美味しくないんや。あんま、そうなんや。じゃあもう言わせていただきますけれども。じゃあ、逆から言おうか。あ、トップから言おうか。じゃあ、1位、コカ・コーラゼロ。2位、ダイエットコーラ。3位、ペプシネクス。うわ、めっちゃなんか詳しく言っていく。で、4位、コカ・コーラ。はで、5位、コカ・コーラ、コカ・コーラってな、5位、ペプシのツイストかな。あ。なんなん、そんなあんの、ペプシって。ペプシ何、3種類ぐらいじゃ、今。1個しか知らんわ。レモン入ってるやつ。ぐらいかな。で、ビタミンは別にどこでもいいわ。コカ・コーラ、ビタミンをめっちゃまずかった覚えがあるわ。もう、あ、そうか。ペテプルシとは、迷ったもん。キューカンバーとかも膨らまれてくるのか。何それ？キュウリ。キュウリ味、ペプシの。ちょっと前に出たやん。多分今、小豆味も出てるし、ホワイあ、トペ小プ豆は見シ。たことあるわ。ホ絶ワイ対トのペプシっ答えと。ていうのも出てたよ。一時期。絶対のんだと思っまあたそけこらど、辺なんはか。もうコーラでないので、コーラではないので、もうドブに流してください。そこまでせんでも。何やろな、普通のコカ・コーラだとなんか甘すぎるみたいな感じがするいや、甘さの種類が違うと思うけどな、ゼロとかとは。な。まあけど体に悪そうやけどね、ゼロとかの。ねえ、そうでしょ。けどどっちも体に悪いって、コカ・まあ、コーそラれはも。そうやけど、体に悪そうな味っていうのが嫌。体に悪そうな味ではないな。いやいー、味体に悪そうやな感じー。あーけやわ。ど、ペプシネクソは若干薬っぽい味がするね。そう、薬っぽいね。ペプシネクスに関してはね。いやー、大体そうやわ。だいたいそんな、まあ同じ毎日。まあそれじゃあまあ、それなりオッケ何 っけそれ。ー。なんとなくまあ続けちゃうんでしょ？何っけそれ。分からん。
答え、ヒデでロケットダイブ。そうでした。はい、なるほどね。じゃあコーラ飲み物で一番何が好き？じゃあ飲み物のベスト3、究極のベスト3のコーナー。わー、何がいい？ 1、 飲むヨーグルト絶対入ってくる。飲むヨーグルト絶対入ってくる。絶対入ってこんでけ、こんでけ絶対入ってこんでけ1位コーラな。じゃあ1位コーラ。あー、コーラもまあ入れさってもええけど1位ではないってこと。ミルクティーとかの方が好きなの？あー、いや、そんなでもない。あー、じゃあ1位コーラ。コーヒー牛乳絶対入る。あー、入るなー、入るなーどうしようか。コーヒー牛乳と飲むヨーグルト、乳製品ばっかりやな。あ、飲むヨーグルトはちょっと許せんねんけど、バナナオレもちょっと許せんな。あの、別に美味しいと思うけど、3位じゃないって絶対。いや、俺もこの3つでいいわ。25位とかやって、だからコーヒー牛乳が、まあ、2位としようよ。うん、コーラ1位としよう。うん、3位なんですよ。いや、え、これって2人のってこと？そうやね。嘘。え、何？飲むヨーグルト。はぁ、あ、2人の、まあ、じゃあいいわ、別に飲むヨーグルト。いいわ。いい、バナナオレ。バナナオレもいいや。いや。俺も2回お前のやついやって言ったるからな。じゃあミルクティー。いや言い方うざいねんけどここはん、ここはいや何、めっちゃうざいねん。ここはえ、ここはいやじゃあミルクティー。いや、アホやじゃあいちご、あれは、あー、ほんまに嫌それ。いや、甘すぎあれは。あ、そうなんや。いちごは嫌いやけど、いちごアーツは好きやねんけど。じゃあもう、いや、そうやで。じゃあ3位。そうやけど、うん、なんかあれって甘すぎ甘すぎしか言うてへん。何がいいやろうな、お茶。お茶？飲み物か、そうか、飲み物やからいいのか。アクエリアスは。ああ、でもアクエリアスでもなんか、なんか好んで飲むっていうか、ちょっとジュース飲みたい気分のなんか汎用ジュースみたいな感じよ。あ、じゃあ1位コーラ、2位、コーヒー牛乳、うん、3位、何がいいやろ。もういいや、飲むヨーグルトでいいわ。じゃあほんまに、うん、ありがとう。ということになりました。1位もらったしな。もうなんかそういうのってこだわらなあかんのかな。いや、別にどうでもいいよ。笹の葉ジューシーの空気わからへんわ。笹の葉ジューシーどんなんやったろうな。もう二度と笹の葉ジューシーの放送ができることはないだろうけどなんか笹の葉、あれ、なんかやだの、やだのって知ってる？何それ？ささくれなきゃやだのっていうなんか動画が YouTube に上がってて。知らん。なんか、めっちゃ可愛いなと思ったんで。何か、誰がやだのって言ってんの？パンダ。へぇー。うん。いいんちゃう？なんかあれを流行らしたら？いや。なんか好きそうやけどだけ。いや。いや。いや、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 やめようよこういうの。やめようよ。そっちが嫌になったよ。俺か。うん、そっちが悪いわ絶対。やめようよじゃないわ。やめてほしいわ。やめよう、うん、こういうのをやめていこう。地球のためにできること一つずつ。はあ、じゃあもう一個いきます。何あげるか決めてないで。え、
いとことトークでもあげるねんで。いや。あげろやん。いや。なんで。じゃあこの人にはじゃあ後期をあげます。後期あげる、うん、掃除する方ね。いやなんやねん、殺すぞほんまに。あれない、あることないこと言いふらすぞ。やめてやめて、もう結構保育士とかもいろいろ言われてるから、めっちゃ迷惑してる。レヴィンって元ヤンやねんでとか言う。やめろないこと言うな。レヴィンの家って書道教室やねんでとか言うな。違うわ絶対違うわなんかそうかもしれへんこと言うな。じゃあさっきの人にはほうきをあげます。うん、はあ、おもろ。じゃあラジオネーム、はい、白川霊長類という説をヒマラヤ中に布教する男さんです。こう、内容、人体の無駄な部分。あ、こいつの名前の方がだいぶ無駄な部分あると思うけど。やな、うん、人体の無駄な部分、小指って無駄じゃないって知ってた？無駄じゃないよ小指って、小指がないと力入らへんねんって、持つとき。そりゃそうや、うん、っていうのを昔お医者さんが言ってたのを聞いたことがある。え、小指いらんて。小指は大切なんですよっていうことを聞いたことがある。別よ、それは。それまで小指がいらないと思ってたわけではないけど、そう、小指ってめっちゃ握力に関係する。そうそうそう、あと何やろうね、柔道で襟持つときとかも、相手の、うん、もう小指からこう持つから。ああそうやな、そうやな、小指にめっちゃ力入れて持つから、ね、その方が外れにくいやな、うん、バレエとかでテーピングするときも、うん、薬指と小指をつなげたりするからな、うん、ほう、つなげんかったりもするけどな。え、おお。それは怪我の予防だったりするけどな。ああ、あれなんやろな、ヒゲいらんねんけど俺正直。ああ、体毛？うんうん。あ、いらんな。いらんやろ。絶対いらんわ。脇毛いらんよな。うん。脇毛なかったら女性も結構楽やろ。いやな。そうだな、女性も脇毛が生えるからね、うん、髪の毛だけでいいよ。みんなが大好きって言ってるあの有名な人も生えてるからね。うん、生えてるから、ね、あーちょっと今もう名前を言いたくてしょうがないけど言わんとこ誰誰言えない抹殺されるから言えない。なんかそんな近しい人のこと言おうとしてたんや。うん耳に入るかもしれへん人のこと。言う、それも言えない誰やろう。はぁ、あ、次行こう。ちょっとほんまにあかんわ、もうね。ちょっとほんまにあかんわ。盲腸とかいらんよな。うん、体毛はほんまにいらんよな。うん、すね毛いる？いらん。いらんか。まあ、あるからないとおかしいってことにはなるかもしれんけど、あ、普通にいらんよな。いらんな。眉毛はいるよな。あ、眉毛はいる、うん、眉毛はあるとないとって全然顔の印象が違ってくるから違うよね、それ、うん、あと普通に頭髪もいるよな。うん、だから、うん、顔なんていうんやろな、眉毛から上の毛だけあればいいわ。あ、それとすごい髪型になる上毛はこめかみと、こめかみというか、もみあげが全部なくなってまう。テクノカットになってしまう、ね。じゃあまあ、顔はもうヒゲ以外は全部あって、うん、あと なしでいい。まあけど、もみあげとヒゲの境目どこやねんっていう
派閥が争いになる。それはなんかそれぞれが決めれることにしたらいい。ああ、なるほど。もう線で、はい、ここ、私はここって線引くんや。そう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 。その線いらんな。最初なるほど、ね。はい、いやもう正解やと思うんで、それが一番いらんものやと思うな、体内の中で。そうやな、あと全部いるわな、肛門もいるしな。うん、よし、じゃあこの人に何をあげましょう。じゃあその人にはじゃああげるのはちょっと惜しいくらい、もったいないくらいなんですけど、うん、じゃあパソコンをあげます。おおもう適当すぎるな欲しい俺。うん、でもこの人にあげます。はい、お便り戻る。あ、もう何通ぐらい、3通ぐらいしか読んでなくない？いや 2個しか読んでない。嘘、じゃあもうちょっと読むよ。お、意外と盛り上がるやん。じゃあラジオネーム、ウヘヘヘさん。ん？しかも、さんを自分でつけてます。ウヘヘヘヘさんさん。そうですね。はーい。内容、寒風摩擦。寒風摩擦？寒風摩擦？うん。寒風摩擦やと思っとった、今まで。今まで？うん。たった今まで。乾いた布の摩擦ですよ。あ、そうなんや。なんか、プーは風やと思っとった。寒い風みたいな、そんな感じ。違う。寒いところでやるやん。それって結構なんか間違ってる人多いというか、勘違いランキングみたいなのがあったら、うん、割と入ってそう。180位ぐらいに。ああ、もっと新しいと思うで。新しいじゃないわ、もっと高いと思うで、順位は。知らん。寒風摩擦ってしたことはあるやろうけど。ない。え、一回もない。したことあるわ、あるけど。そう、なんかあれってマジで効果は結構あるみたいやけど。まあそりゃそうやろうな。でもやらんよね。うん、え、いつしたん、どのタイミングで。なんか柔道で、柔道部で冬の練習とかでやらされた気がする。へえ。体を強くしろみたいな。絶対そんなんで強なるわけない。いや、なるんちゃう。持続すればやけどさ、持続すればそれは結構効き目あるやろからさ、うん、そんな部活程度のさ、あの練習頻度でやったところでって話だって。でも部活って結構毎日あるからな。あ、毎日裸でやってたってことだ。いや、毎日やったような記憶ないな。やろ、うん、結局そのレベルやねん。ちょっとやらせるぐらいなら全然やらせるなと思う、うん女性とかどないすんねんって話やな。何を寒い中外で地上掘り出してやるわけにはいかんやろけど何か来たら意味ないからな。意味ないやろ。掘り出すんじゃないの。じゃあ地上掘り出して、うん、背中をゴシゴシと。そうやな。すごい絵やな。うん、はあ、はあ、あの人が、あの人がみんなの大好きな、みんなの大好きなあの人が七ボローンって出してへえ、そうか。まあいいや。うん、でこの人にはタオルをあげますしてください。ここはハンドタオルをあげます。短くてやりにくいハンドタオルをあげます。スポーツタオルにしてあげて分かった。あ、マジで。うん、スポーツタオルにしておきます。はーい、はーい。じゃあ次いきます。ラジオネーム、レヴィン・レモン。うん、内容、欺瞞。うん、欺瞞、疑問。うん、あと40回言って。疑問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 うるさい
はあ。終わろうか。終わるか。普通のお便りよ、もう。はい。あ、普通のお便りより行くのね。うん。曲かけとく。ああ、そうですね、うん。必然的にジングルが足りなくなるけど、まあ、どうする？どうする？え？音楽行きましょうか。はい。じゃあ、その次にかけるジングルはどうしよう。使い回そうか。もうジングルなしでええんちゃう、それは。あ、これはジングルなしでいいや。なんか短い曲あったらいいんだけどな。まあいいや。じゃあ、かけまーす。ガーネットクローで、フライング。うそ。ベジタリアン。はい、普通のお便りか。懐かしいわ。うん、懐かしいな、うん、何かけようかなと思って。めちゃくちゃ豊富にあるで、ジングルは。この最大サービス。そうやな。うん、もう20個ぐらいあるんちゃうかな。でも結構な、ジングル作るのしんどい。うん、今日のも結構しんどかったもん。だってあれ自分で全部つ、あの、ミディの音も全部自分で作った。ああ、そうかそうかそうか。めっちゃ頑張ったやん。うん。なんでも出来があんまり。1時間ぐらい。うん。ああ。前回も結構かかってなかったっけ ?3 時間とかじゃなかった？いや、1時間くらい。ああ、なるほど。うん。じゃあ普通のお便り読みまーす。おーい。まあ俺が読むんですけどね。どうぞ。じゃあ、ラジオネーム、産毛がいっぱいコレクションさんからです。なんやねん、それ。意味わからへん。産毛がいっぱいコレクションってなんやねん。内容。抱きしめたさん、トゥナイトさん、ビンビンさん、こんばんは。いつもこのラジオのおかげで楽しい時間を過ごしております。なんか回りくどい言い方やな。うん。毎週ラジオを生きる励みとしているのですが、何それ。ダキさんの独特な笑い声を聞いているせいか、はあ、私もうんふと笑う、うふという笑い方になってしまいました。うんふ。うんふ。あ、お前、書いてあるわ。自分では特に気にしていませんでしたが、最近母に気持ち悪いと言われ、ショックで PC の前から動けません。このまま増えていく体重に向き合っていくことができません。別の問題やろ。私はこの気持ち悪い笑い方を改善すべきなのでしょうか。それとも咀嚼音で新しいキャラを築き上げるべきでしょうか。アドバイスいただけると嬉しいです。 PS、 もしプレゼントをいただけるのでしたら松岡修造が欲しいです。はあ。なんか悪意に満ちてるお便りですね。いやな、なんか笑い方が映ったってめちゃくちゃ言われるわ。うん。そんな特徴的かなと思うねんけど。レミも大抵変やろ、笑い方。そうかな。変というか特徴的やろ。そうかな。うん。なんやねん。そうやねん。うん。へえ。まあ映ればいいんじゃないの。悪意に満ちてるな、これは。うん。で、気持ち悪いって言われたんやったら、もうめっちゃ生まれてきてごめんなさいって、めっちゃなんか、で、その次の日に自殺しろ。まあ、ショックでパソコンの前から動けません。うん、嘘つけ。うん、嘘や。めっちゃ買い物とか言っとやろ。うん。このまま増えていく体重に向き合っていくことができません。うん。それはこいつの問題であって。うん。別に俺らのせいじゃない。そうや。先のお便り行く。何やねん、抱きしめたさん、トゥナイトさん、ビンビンさんって。知らんわ。霊が入ってないよ、どこに。
じゃあ、この人には松岡清美をあげます。ちょっとちゃう。実在するか知らないですけど、あげまはーい。す。読むのか。なんか変な読み方するね、君は。え？君は変な読み方をするね。下から順番とかじゃないんだね。ああ。別にええやん。おお、これ面白そう。じゃあ、なんて読むの？ハンドル名、デリューションおう。さんかどれ？な？下から2番目やと思う。下から2番目というか、下側。下側からこう攻めてきてくれれば、いずれたどり着く。水かな？水木だよの次やね。木次？ああ、はいはいはい。水木だよじゃないけど。内容。ダキさん、レビンさん、こんばんは。こんばんは。いつも配信楽しみにしています。ありがとうございます。唐突ですが、レビンさんとザキさんはお互いに相手のことを漢字一文字で表すとどうなりますか？理由も教えてください。そう。なんか無駄な前置きはいらんから、こういうね、読みやすいのを送ってきてくれたらもう、もうなんですけれども。そう。え？そう。そう、そう、うつのそう、もしかして。そう。その通え？変えて。り。非変に、え？皮変に。非って燃える炎のはいはい非はい、の、皮変ね。非変に、うん。顔の、右顔側。の。顔の右側。ああ、はいはいはい。ページ。コムラ。違うか。だけは俺のことを漢字理表す由と。は？え？理由は？その漢字の通り。変えて。え？じゃあもう死とかで。殺すぞ。何やねんボケ。もうちょっとなんかいい方にいい方に言ってるじゃん。その悪い風に悪い風にっていうのはもう分かったからさ。そういうのは分かったああ。ああ。じゃあ、女3つ書くやつ。もうマシなんないん。じゃあ、なんかもう光とかでいいわ。やったー。 理由は？え、その感じの通り。もうありがとう。いや、まあ、俺は？俺は？別にない。何言ってなんやねん。別にない。漢字いっぱいあるいで。や、別にない。いや、言ってよ。いやいや、別にない。いや、俺の漢字一文字で別表にしてよ。ない。一文字で表してよ。別にない。じゃあ。じゃあ、一番、まだいい方、これが一番合ってるかもしれんっていうのでいいか。じゃあ、にょう。こんだけラジオ一緒にやってる、こんなこと言われるとは思わんかったわ。何や、にょ別にないって。別にないの末に、にょうって。いや、そっちがひどかったからやって。変えて。じゃあ、何やろ。8？ 数字の8を漢字で書いたらいい。なんで？そのまあの意味やけど。ありがとう。まあ、それが嫌やったら尿にして。8でいいわ。8にしてください。はーい。ザダキは光で、レビンは8。光返してほしいな、それ。なんで？もっといい方がいいって。もっとよく、もうこれ以上8以上無い理や、やなんろ。か、あげた分、損みたいな感じだから。なんでやねん。だって、なんか、大したもん持てへんし。
じゃあ9で。なんか関数字全部もらいそうな感じやから、もういいわ。うん。長い、もういい。長いで。じゃあ。もういい。長で。あ、村。木偏に住んと書いて、村で。あ、ほんまに？うん。まあ、なんか、釈然せんけど、まあいいわ。はで。何？は。はってどういうの？は。前歯とかの歯で。おー。釈然としね、光やっぱり損やで、全部出しても光には及ばんぞ。じゃあ靴で。及ばん。まだ及ばん。うん。でももうこれ以上多くは求めないよ。うん。はーい。はーい。じゃあこの人には靴あげまーす。じゃあ。ちょっとひどない？何が？だってそうやろ。うん、で何やったっけ、あと2つ2つあと2つぐらい言ってなかったっけ、秘変に。ああもうそれとあとは女3つ書くやつ。もうどうしよう、何やねん。次行っていいですか。いいよ。ラジオネームヒイラギさん。はい。ダキさん、レビンさん、毎回素敵な最大サービスをありがとうございます。うん、ついでに今のチェッカーの上から4、7、10番目くらいの配信者さんに関しては、パッと思いついた一言ずつの言葉をお願いします。は？あれこれじゃないやん。どれ、ちょっと待って。さあ、どれを読んどんのかがわからなかった。まあいいんじゃない、俺の今の言葉で。何 ?4 と4番目と7番目と10番目。うん。4番目がリュウヤンさん。うん。この人の、あの、鬼畜メガネの、うん。実況プレイ動画を今日見た。あ、う、あ、ん。うん。どうでした？声がなんか、すごいなと思った。ああ。パッと思いついたことでいいんですよね。うん。思う。え？じゃあ7番目の人。は？やられや。は？え、何？まあいいわ。やられ。じゃあゴミ。やられ。MGO。うん。次。インゴ。インゴさん。キャイン。わからない。うん。終わろうか。でしたけど、我々の第一人、パッと思いついたこと。うん。面白かったですよ、実況。ああ、ご覧になったんですか。うん。ちょっと飛ばし飛ばしだけど。なるほど。なんかさ、その実況動画をさ、見る機会がほぼなかったからさ、最近。うん。重いね、実況動画って、やっぱり。うん、分数が長いから、うん、動画ももうこれでもかっていうくらい動くしさ、うん、やっぱりその容量が大きいやろね、一個の、うん、だから読み込み時間が時間かかってちょっともうあーってなるわ。おお、うん、そんな感じです。なるほど。最近実況見てないな。うん、普通にボーカロイドの5分とかの曲やったらさ、うん、そんな全然イライラせんけどさ、うん、長い動画になってくるとやっぱりその軽さも重要やなって思ってくるね。見るにあたって、だってなんかそのなんストリームにめっちゃ時間かかったらさ、別にそんな貧弱な回線ではないねんけど、うん、それでもやっぱり時間かかったらもういいわってなるし、うん、初見だったら特にそうじゃない、前評判なくてその動画見るってなった時に、うん、すぐ見れるか見れないかって全然重要でしょ。まあでもプレミアム会員やから、それ思ったことないかも。そんなにプレミアムって違うもん。まあ読み込みに一旦成功すればもうバババババって最後まですぐ落とせるよ。いや、それもそうやで。ああ、まあ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 。まあ確かに違うんかな。理想な気がするけどね。うん。なんか読み込みに失敗しましたとかやったら無駄やけど、同じことやで。なんかプレミアムに、
プレミアムの魅力ってもう開業しかないねんけど。ああ。アプロード側としてはね。うん。まあ、そのくらいかな。見る側やったらまあ。まあまあまあ。まあまあまあ。あ、次こっちが読むやったっけ？うん。どれ読もう。これいつまでやる？15分とかぐらいまでじゃない？ 15 分？うん。11時、0時？うん。おー、別にいいけど。どのくらいやと思っとったん？え、なんか7分しか延長戦とか言ってたから。あ、それは7分だけかいっていう感じの。はいはい、そういう感じの。じゃあまだ続けます。ハンドル名キマリ兄貴に弟子入りしたいケモナーさん。ああ、 FF10 の話か、うん、はいはいはい。ケモナーっていうのは獣が好きってことかな。かな。レビンさん、ダキさん、こんばんは。こんばんは。水木だよ。違うよ。いらんもん入れんな。亡霊がおるぞ。もしやすると、このお便りは新年かもしれないですね。いや、そうやろ。どう考えても。大正解ですね。12月の27日に送ってきてますけどね。絶対新年やんか。あ、けどその来週かもしれない。新年やるかどうか、今日までわからなかったやん。いや、でも新年であることは確かよ。いやな。まあまあまあ。まあ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 。めっちゃ怒るぞ俺。なんやねん、怒れや。新年かもしれんって新年に決まっとうやろうか。めっちゃそれを傍観するぞ。新年かもしれんやろうが。え、新年やろうが。絶対絶対新年に決まっとるやろ。うわ、怒ってはるわ。見て、あの人怒ってはる。間違いなく新年やろうが。うわ、こんな真冬にサンダル履いてはる。一番早くても1月1日やねんから、それ以降は全部新年やろうが。服のセンスがダサいね。絶対に1月1日以降しかありえないやろうが。なんか傾いてない、あの人。1月1日以降でしかありえないのに。目の焦点が定まってないよね。新年かもしれないなんて曖昧な言葉で濁して、なんか意味あるんか。メガネをかけているわ。もう行こう。続きお願いします。はい、お便りは新年かもしれないですね。そちらの可能性の方が大きいかと思われますが。可能性が大きいっていうか確実やろうが。見て、あの人怒ってはる。絶対に新年でしかありえないやろうが。わ、これが12月25日より前に送ってるんだったら新年じゃないかもしれない。そうそう、あんな剣幕でよう怒れるわね。でも12月27日に送っとったら絶対に新年にしか読まれへんよ。服のセンスが悪いわ。絵が下手そう。お前好き放題言うとちゃうぞ。そうそう、傍観するって言ったやん。傍観するっていうか別の目的を達成しとるわ、ね。早速ですけれども、うん、僕にはレビンさんに憧れて実況していた時期がありました。やって、アホやな。今はやっていませんが。なんてやん。それでもある程度の実りは得られたと思います。ほう、なんかすっきりせん言い方やな。その頃はイースや FF の実況をしていたのですが、うん、お二人は FF とドラクエのどちらが好みですか？もしくはやったことがありますか？うん、レヴィンさんは FF3 や10をしていらっしゃいましたよね。ちなみに僕は FF 派です。最近は全く魅力を感じませんが、うん、あら、ちょっと最後に毒を吐いてとのことです。これはもう声を大にして FF 派です。へえ、やったことある？10だけ。へえ、10だけ最後までクリアした。で、7はめっちゃ本当に冒頭でやめた。何を？7。難しくて。面白かったの？なんかエンカウント率にヒステリーを起こしてしまって。そんな高くないでしょ、7。いや、だからたまたま高かったんて、冒頭で。おお。それで、ってなって、うん、プレステを壊したよね。よねって。誰もしてへんわ、そんなこと。お前だけや。
かな。ドラクエはね、6をこの間やって、うん、あとは7を昔やったけどラスボスの手前で止めて、うん、それ以来やってなくて、うん、そのくらいかな。俺はドラクエは全部やってて、FF は1、2以外はやったかな、4をしてないかな。めっちゃやっとうな、さすがやな。なんかあ、でも FF もちろん11以降はやってないです。へえ、レビンのくせに。だってプレス3ないからね。まあ2は、あの11は2でネットゲーやからね。でもなるほどね、うん、どっち派なん結局ドラクエ聞いてる限りでは。ああ、でもどっちやろう。なんかドラクエの8をちょっとだけやったことがあるねんけど、うん、なんかドアを開けるにしてもめっちゃめんどくさいねんけど、なんかさ、7まではもう普通に十字キーをの方向キーだけでドアが勝手に開いたやん。うん、けどなんか8はなんか丸ボタンを押さないとドアが開かなくて。あ、そうやっけ。めっちゃめんどくさいね。なんかそういうワンクッションワンクッションが無駄なクッションが多くて、うん、プレステ2を壊したよね。壊すぎやお前。テーマ面白いよ。うん、今やってるけど、ネタバレするわ今。え、あれ最後な、やめえ。やめえ。おい、やめるわ。天は最後までやって感動したな。感動というか、ああっていう充実感は覚えたな。面白かったな。でその後ゲーム実況で天見て、うん、それも最後まで見たな、諏訪間さんのやつ。へえ。天は思い入れが強いね。で天2も酷評されてはいるけれども、個人的にはまあありかなとは思っている感じです。めっちゃ安いんでしょ、うん、かな。じゃあ俺もやろっかな、クリアしたら。うん、まあ別に安かったんやったら買ってちょっとやってみたら、まあ面白くなかったらやらなかったらやらなっちゃうし。うんうん、もうそろそろ行こうか、あれに。結局俺どっち派か言ってないけど。あ、もうそれは秘密のベールに包もうよ。マジで。うん、え、じゃあもう最初の一文字だけ教えて。マジで。マジで。ど、ど、ああ、マジで、ちょっとあれどっちかな。あー、なるほどね。わからん、わからん。どうしよう、もう行こうか、そろそろジングル対決の方に。いや、もう一回やる。やる。ああ、15分延長ってことか。そう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 。ああ、何やと思った。15分までお便り読むんかと思った。ああ、長っ。じゃあもう一通ぐらい読もうか。じゃあ、うん、もう1、2通読むか。読んでいいで。じゃあ、俺か。ああ、新春スペシャルやから30分ぐらい延長してもいいかもしれないね。いや、そうしますけど、それその30分に回線落ちしていた時間は含まれるのか否かっていうのがあるよね。含まれるのであれば、12時半プラス10分ぐらいいるよね。ああ、まあそこら辺は決めずに行こうか。じゃあどうぞ。はあ。なんや、やる気ないんか。あ、あります。ラジオネームパパヤパさんです。パパヤパ、パパヤパ、いいね。ラジオネーム、あ、ちゃうわ、パパヤパさんのお便りです。はい。ラキさん、語彙が豊富な人、こんばんは。はい。何それ。そんな語彙が貧弱だと思わん。語彙が貧弱な方か、こっちは。最大サービス、毎週楽しんで聞いています。先週は、ダキさんお一人でのラジオお疲れ様でした。はい。あんなに沈黙が楽しいラジオは初めてでした。え、言うほど沈黙してなかったけどな。始終笑わせていただきました。どういうことやね。一人ぼっちのクリスマスに楽しいラジオが聞けてよかったです。ああ。ダキさん、本当にありがとうございます。もうええわ。さっさと次の話題行けよ。さて本題ですが、ちょうどいいタイミングで行きましたね本題。お二人に質問があります。はい。私は嘘を見抜くことが苦手で、はい、よく友達にからかわれています。お、怪しいなとは思いつつも本当か嘘かの判別がつかず、とりあえず信じてしまうことが原因なんだと思いますが、 お二人はこいつ怪しいな、嘘じゃないかなと思った時どうされますか。
また騙されない人間になるにはどうしたらいいでしょうか？教えてください。よろしくお願いします。人を信用しなければいいんじゃないそうやな。そう全部疑そっていこう。そうやね。なんか、この間、人と話してて、宝くじが当たった時って、もう家族に、もう本当に誰にも言わん方がいいねって。っていうのを聞いたことがある。もう家族にも言ったらあかんねんって。もうなんなら、3億円当たったとして、家族にちょっと3億円当たったって言ってお金をあげるんじゃなくて、もうなんなら1000万円当たったって言って1000万円あげとけっていう話らしいよ。そのくらいなんか、その宝くじを当たったら周りの取り巻く、自分を取り巻く環境がガラッと変わるねんって、人の態度が。そういうふうになんか人を疑ってかかれみたいな、なんて言うんだろう、バリアは張っとけよってことでしょうね。誰と俺も接言すわんるにと関くかしても。もな。当たったんや。いや、嘘。当たってないけど。いや、借金はどうなったの？だからまだ返済ああ、期間今だよ月末ね。とか言ってなかったっけ？まあいいか。じゃあもう返せるやん、当たったんなら。当たってないよ。ちょっとジャンプしてみて。ぴょん、バサ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 。わあ、3億円だー もうええか。もうええわ。人を疑う、嘘の判別がつけないってことか。それは何やろう、自分が嘘をつく機会があんまりない。なんかさ、本当にさ、この人今嘘ついとうなって思うときない？いやー、俺もそれ分からへんわ。もうそういうときって大体経験論で、ああ、今この人は嘘をついてるなっていうのはなんとなく経験で分かってしまうから、まあけど、そのわ損からん真偽をから、確かめることはせんけどね。わからんから逆にもう全部基本なんか嘘でもいいように解釈しておく。別にそれを信じたから、信じてそれに基づいてまあ、行だっ動てというさ、かすることはないみたいやな、だって別にそれが嘘で騙されたって言っても、それで被害があることってまずほとんどないやんか。そのなんか、詐欺とかでしょ？被害が出てきたら、こういうお仕事ありますけどどうですかとか、こういうツボはありますけどっていうのでしょ？それ以外の嘘やったら別にいいんじゃないの？レビン？レビン？フラミンゴっておるやん。あれ、4日前に絶滅したらしいで。嘘。嘘。めっちゃ俺も信じてしまった。パフュームっておるやん。あれ、兄弟らしいで。嘘。嘘。みたいな感じでいや、だってさ。す。嘘。嘘。何嘘。がやねん、もう。何やねん、これ、もやらんかったらよかったやん、じゃあ。自分でやってめっちゃ腹立ったわ、今。嘘。腹立ったのが嘘やったんよ。じゃあこの度は手羽先をあげます。なんて？手羽先をあげます。嘘。ほんま。だからさ、まあ、いつの日かこのラジオであげますって言ったものを全部あげてないやんか。いや、嘘。嘘。いや、それがやりたかったんじゃないの、今。何？ラジオ、これ、なんかいつの日かこう、全部あげますって言ったものを、なんか、最大サービスが30回ぐらい続いたときに、なんか、突然家になんか人が来て、いっぱい。今まであげるって言ったもん全部くれやーってなんか押しかけてくるっていう夢を見そいや、じゃあって言って追い出したらいいやん。う。もうそれで解決やん。なんか怖い。もう一通読もうかな、お便り。
全然あげてないのに、あげますとか言って、いい気になるなよとかめっお腹ちゃす来いそうでた。怖い。お腹が。お腹が。なくなった？この人は毎回送ってきてくれますね。なくなくなった？は？なハくンなドくルなった？メ、もううるさ。ハンドル名、2匹のグレートピレニーズさん。明けましておめでとうございます、滝さん。あ、この人はもうあれやね、レヴィンをあげて、その次の週にカミソリをあげて、その次の週に、レヴィン解放する戦隊、レヴィン解放するんじゃをあげた人です。あ、そうだっけ？そうそうそう。う読みますね。明けましておめでとうございます、ザキさん。あと、レヴィンっていう人もこのラジオの MC にいるそうですね。さっき知りました。ん。なあ、こいつ偉い。なんか俺のこと全然知らんみたいな感じで、あげたりもらったりとかやりとりしてたのに。さて、早いことでもう2010年ですが、時が経つにつれ、過去の青春やら思い出を振り返ったりしてしまいますね。関係なくなったらいきなり他人のふりか。私は小学校の頃、遠足に持っていくお菓子のこととかをよく思い出します。は？私は小学校の頃、遠足に持っていくお菓子のこととかをよく思い出します。日本語がお菓子ですね。そう。お菓子なん？私はよく思い出します。小学校の頃遠足に持っていくお菓子のことを。別におかしくなくない？小学校の頃、遠足に持っていくお菓子がお菓子や。小学校の頃。小学校のああ、頃、遠足に持っ頃て、がおかしいな。まあいいか。うん。思い出します。お二人はどんなお菓子を持って行ってましたか？ちなみに私は60円のワタパチと、あ、懐かしい。さ、ワタパチ！うん。あワタパチ！何それ？あ。え？え？懐かしい言うたやん、お前が。ごめんごめん。懐かしいなと思って。30円の筒状どっに、ちよ、ほんまは。懐かしいなと思って。うん。30円の筒状に10個くらい入ったコーラの飴は必須レギュラーでした。え、何それ？わからん。筒状にずっとラムネみたいなコーラ味のラムネが入ってるやつじゃないの？ああ、わかったわかった。あれや。なんか、ああ、透明な筒に真っ赤なキャップがついたやつや。おお、馴染みがないな、それ。ああ、けどそれあんまり好きじゃなかったわ。私はグレートピレニーズがいいので、せっかくもらったダックスフンドですが、6億匹もいらないので、はあ？ 6 億匹もいらないので、レヴィンっていう人の家に送っておきますね。では2010年も良い最大サービスを。え、これ、じゃあ違う人じゃん。いや、多分先週のクリスマスの時にダックスフンド6億匹あげたわ。ごめああ。ん、勝手にあげて。地球上におんのかな、6億匹も。おらんと思うで。これから生まれるのもあげたからね。可能性を含めてってそこう。と。何持ってってた？お菓子。小学校の頃によく食べてたお菓子。小学校の頃によく食べてたお菓子を聞きたいの？かな？多分そうやと思うよ。小学校の遠足によく持って行ったお菓子を聞いてると思うよ。まあ別に同じようなことやろ。なんやろ、ポテトチップスかな、あの小さい。50円ぐらいの。なんかコンソメとかあったやん、ちっちゃいの。あったね。あれ持って行ってたポテト気チッがプスは袋のやつは美味しいと思わんな。グする。リえ、じンゃあ、グルスの方筒のやが。つ？そう。食べるとしたらね。チップスター。多分ね、そっちらへんやと思うよ。食べるとしたら。おー。プリングなんルやスろうは？な。ブリングルスも好きよ。プリングルス？ブリングルス？プーやろ？プーか。プリングルスも、まあ好きよ。プーじゃないんか？ブーか？わからん。プーじゃない？筒ってなんかに利用したくなるよね。あー、けど、何のゲームの何にも関係使だな。えへんよね。何の役にも立たん。傘立てにしては浅いし。浅いし、小さいし、一本しか、一本か二本しかな帽子にしてはダサいし。いやー、その発想はないわ。コップにしてはストローがわーってそこの方まで行ってしまうし。そうやな。そして洗えないしね、紙製だから。あ
寝る気分だな。やね。なんやろな、ワタパチ懐かしいな。何に使うあれ。あれワタパチってなんであんなパチパチになるの？あ、俺まだ取り残されてた話題。あ、何？いや、まだ筒の使い道考えてた、今。ごめん。ワタパチってあれなんでパチパチになるやんね。なんだろう、あれ。気泡がいっぱい入ってんのかな。おー。かな。かな。うん、まあいい唾液とか。化学反応を起こしてるわけじゃないよな。絶対違うやろ。ちゃうよな。別に溶けて中の気泡がうん。弾ける音かあれ、水に入れたらパチパチなるんかな、やっぱり。な。なんちゃう？なドライアイスで遊んだりしたら。確かに考えたことなかった、それ。ワタパチってなんやろね、あれ。まあ多分けど今ので合ってると思うよ。あとなんやろな、そのスナック系のお菓子をあんまり好き好んで食べてなかったから。マジか、俺スナックばっかりやったわ。チョコレートとか甘いのやっスたナッな。クレヴィンよ。はあ？いや、だからこういう、そういうふうに空気を凍らせんのやめて。じゃあもう一回言って。スナックレビンやなって。スナックレヴィンよ。はあ？俺をしたらあかんねんって。放送事故って言われるから。けどほんまに今日は放送事故あったからね。結局あなた何話してたの？一人喋ってたの？何説があった？死亡説とか出てた？逃亡説とか出てた？よく見てなかった。停電説とか出てた？まあ、ブレーカーかって言われてたからブレな。カではないですね。ブレカ落ちたことないな、今あんまり。停電はしたことあるけど。確信犯説。わざと説。ブレーカーが落ちるときって、なんかそどのこ？前にブーンって言うから、ブレーカーが。へえ。わかるようになってきたわ、最近。ドライヤーと電子レンジと炊飯器を同時につけたらなるか暖房とな。電気コンロでなるわ。けど同時に使わへんしな。もう炊飯器なんてもうなんか蓋をなんか開けてすらいない。どうしよう、開けたら残ってたら。炊飯器。1年前のとかが残ってたらどうしよう、確認すらしてないわ。ピンク色の米が出る。いやー、けど別になんか悪臭を放ってないから大丈夫やろとやられんちにあったやつはやばかったけどな、あれ。思う。ええー、汚っ。すっごいことになってたわ。もうそれそれで？俺が片付けてんぞ、あれ、ほんま。嘘。何週間ぐらい？ 1 ヶ月ぐらい？え、ちょっと待って、俺が片付けてないっけな。知らんわ。わからん。めっちゃお腹がグーグーなってきた。お腹すいたね。もうそろそろあれしよう。もうお便り終わろう。ジンじグルゃあ、VS 対決の方に行こ曲入れんの、ここ。う。入れるやろ。だってジンクルマン流してないもん、今日作ったやつ。ああ、そっか。曲じゃあ、前送ったやつから選ぶ？いや、別に。もうなんか2曲候補としてどっち流そうかなって思ってたから、こちら側を流そうかなと思ってるけど。じゃあ、それで。この人には何をあげましょう。じゃあじゃあ、マッチ。マッチ、はい、あげま近藤真彦をあげます。す。え？火をつけるマッチです。じゃあ矢野、じゃなくて、マッチをあげるんです。はーい。 じゃあ矢野顕子と、今和の清志郎で一つだけ。ましておめでとうございます。最大サービスを今年もよろしく。小池栄子を鼻の穴に入れる。ジングルのコーナー。何じゃ今の。すごいことなってたの今。
か、こんなんできましたけどって感じだったわ。できた瞬間。ああ。なんか変なテンションで撮ったらこうなるよっていうことですよね。なんか俺の声とかも入ってなかった。いや、もう全部オール自分の声全部、もうその場で。ああ、解説をするとね、あとでいいや、じゃあ今日のジングルをもう早速流すよ。うん、じゃあレヴィンの今日のジングル。なんかエピソード的なものはある？あ、なんでアトムにしたの？え、なんでアトムにしたの？いや、なんか最大サービスっていうのが当てはまるなって前々から思ってたよね。あ、なんか最大さ、笹の輪重視木曜日はさ、長かったから結構メロディー当てはめれたけど、最大サービスって短すぎていいのがないよね。おお。って毎回思っててんけど。そうかな、短い方が入れれると思うけど。そう、うん、え、長い方が作れるやん自分で。その既存の曲に当てはめるのは短い方がいいかもしれんけど。うん、なんか既存の曲に当てはめたんですけど。うん、はい。で、今のが今のが明けましておめでとうございます。最大サービスを今年もよろしく。小池栄子を鼻の穴に入れる。なんかえへへへへがオードリーみたいなやつ。ああ。なんかいろんなのを撮って、多分これね15個ぐらいの音声をかぶせてる。全部その場で録音ボタンを押してなんかやーって喋ってって言って、喋って切っての繰り返し。小池栄子を鼻の穴に入れる。制作時間は多分20分ぐらい。あ、で前回の優勝が、これです。最大サービス好評放送中です。各界の著名人の方から応援のメッセージが届いておりますのでご紹介いたします。まずは歌手の愛子様から。誠にありがたいメッセージです。続いて歌手のシーモ様から。3人集まりゃ面白い。申し訳ございません。このラジオは抱きしめたトナイトレヴィンの2人でやっております。続いて歌手の桑田佳祐様。はい、非常に面白いラジオです。その非常に面白いラジオはいつ放送されているのかといいますと、金曜22時最大サービス。はいですね。なんかもう何回も聞いた気がするわ、これ。なんか最大サービス以外でかけてるからな。ああ、俺もかけてたわ。ちなみにこの3曲の中から、今週の1位を決めて、その1位に輝いたジングルは、公式ホームページのからダウンロードできるようにできるんですよね。そうです、ね、じゃあ今からその3つの中の1つ1位を決めたいと思います。まあなんか今回の俺らのやつ、まあ俺正直どっちでもいいっていうか、むしろそっちの方がちょっといいかもしれんなっていう。むしろ、もうどうでなんか、自分の押すんじゃなくて。まあ、投票以上しましょうか。いやね、ね、じゃあレヴィンの今回の新しいやつが1で、ダキの今回の新しいやつが2で、で前回の優勝者が3。どうぞ。お願いします。1人1回です。お1がない。あ、ちょっと出てきた。てか同じさやつをダウンロードされてもって感じじゃないのかな、やっぱり。まあそうだね、違うの欲しいってなるんじゃないの。微妙じゃないこれ今回。いやね、どっちもはちょっと上げられないんですね。え、そんなことない。
え？そうなの？あ、どっちも、ああ、いや、1個だけしかってことやろ。これ絶対2回3回やったやつおるな。どうやろう？ 2 かな？2やろうな。2やな。じゃあ2にしようか。じゃあ今回の優勝に輝いたジングルは、あ、なんか勝てると思ってなかった。やっぱりベビンの絶大的な人気には勝てないと思ってたけど。これで最大サービス、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 最大
サービスを今年もやる、ね。小池栄子を鼻の穴に入れる。めちゃくちゃや。意味わからへん。新年っぽいからこっちでいいや。ああ、そうやね。うん。じゃこれを。新年っぽいところ開けましておめでとうございますしかないけど。これをホームページにダウンロードできるようにしておきまーす。はーい。はーい。で、これをなんかその友達とかに聞かせて引かれてください。はい。引くな。終わりかな。エンディングトークか。体温測るの今日。測ろうか。うん。じゃあもう今測って。そんな焦りなさんな。もう今測って。先週体温測ったよ。ん？先週は体温測ったよ。ちなみに。あ、そうなん。うん。何分だった？36度5分。高っ。いや、だって適当に言ったもん。測ってないのに。測ってないやん、じゃあ。うん。だって体温計なんて、掃除しておりませんけれども。うん。測ってないのに測ったって言うな。うん。だって体温計なんて掃除してませんけれども。まあ、だいたいこのくらいやなっていうのはもう自分でわかるやん。あ、今日だいたい 36.5 度やなってわかるやん。体温計の存在意義は？ない。ないん。ただの、割ると危険な棒。ある。はぁ？ある。もう今測り始めてんの？え？もう今測り始めてるの？始めてるよ。あ、じゃあもうなんか、じゃあもうそろそろエンディング曲流してさよならでいいのかな？どうですか、まあ、今年1年の抱負などを聞いていきたいと思いますけれども。エリーさん、どんな1年にしたですか？そうですね。2010年は。もうどうでもいいですか？就職したいですね。ん？転職ということかな。ああ、なるほどね。そちらはどうですか？結婚したいかな。ああ。それぞれの、ちょっと重い夢に向かって、うん。頑張りましょう。あ、あのさ、全然関係ないけど、うん、禁煙をもう2か月、3ヶ月近く、禁煙をしてから経ってんけど、うん。あのね、貯金がね、うん、溜まるよ。ええー。あのさ、うん。タスポを持ってないから、うん。コンビニで買うわけよ。うん。じゃあ今までだったら別にタバコ1個買ってなんかちょっと飲み物とか、うん、ちょっと食べ物とかちょっとガムとか、うん、なってたわけだけど、それが一切なくなって、あの年末にお金を下ろしに行ったのね、うん、じゃあもうちょっと残高を見ておっってなちょっとおっってなってしまって、そのくらい結構顕著に出ててびっくりした。はあ、うん、この禁煙をしてちょっと良かったことです。おーい、35度2分やわ。あれちょっと待って、ちょっと待って、今のは何、わざと何、今のは何、わざと、うん、うん、マジで、うん、じゃあちょっと謝ってもらおうか。どうするねん願いの後、パフュームの後何流せばええねん。しろ。血圧は？わからん。測られへん。ああ？じゃあ、こう、今日どうしようかな、じゃあ。そんな、35度2分です。どうしよう。もう一回測ります。それ言う？曲終わりに。はーい。それ言おうか、じゃあ。
ほんまに？うん。あ、じゃあ、曲終わりになんか面白いこと言ってよ、じゃあ。いや、もう上がります。まあ、体温やんなんや。うん。だってもうコーナー化してしまってるからな。ホームページに掲載してしまってるからな。でも別に曲終わりに言うとは書いてないよ。ああ、まあな。まあ、じゃあもう一回測ればいいやん。うん。じゃあもう一回測ればいいじゃないですか。ちなみに来週からもチャンネルは変わらずです。何？来週からもチャンネルは変わらずに、こっちの抱きしめたツナイトチャンネルで、ミラーがレビン、チャットは抱きしめたツナイトの方を使うよという感じでやっていきます。まーす。まーす。そんな感じです。2010年はね、うん。あ、言ったか。結婚やろ。2009年はどういう一年でしたか。激動の一年でしたね。終わりです。そうでしたよ。何回も言うと思うな。うん。もう流そうかじゃあ。うん。じゃあ、皆さん、一年始まりましたが、病気や風邪になって、すごく、ね、どうでもいい感じの、ん？何やねん。もういいわ。ちょっと今ね、エンディング曲を探しながら喋ってたから、うん、めちゃくちゃなことになってしまったわ。めちゃくちゃやぞ。イエイ！一個ふわふわしとんな。今年一年、愛する人を愛せるように。出ました、体温。素敵な。何度？ 35 度2分。うわっ！なんで言った？ああ、言ってしまった。もう、やめてよー。もう一回測る？何する？ほんまに。もう一回測りまーす。もう一回測る？ 35度2分やと思うで。違う、じゃあ、違う脇測り、じゃあ。違う脇もう片方の脇測り。意味わかる？右で測ってたなら左の脇で測り。はい、右の、脇を殴られたなら左の脇を差し出し嫌がるやろな、ね、そうだね。なんやろ、なんかそんなあんまり明けましておめでとうって感じでもないけどね。明けましておめでとうって言ったっけ。ああ、今日の配信というか録画をどうしようかな。いいか、なんか適当に繋げればいいか。うん、できるかな。まあ、レビンの方のアーカイブをつなげればいいかな。分からん。音質はガラッと変わってしまうやろうけど。じゃあもうそろそろレビンが測ってる間にもうエンディング曲をかけたいと思います。はい、皆さん今年もよろしくお願いしますね。また来週、さようなら。さようなら。